ケモンソルジャーの A0 です。鉄内です。まあ最近のポケモン対戦というのは、まあ、ランク1潜ったら、まあ4歳人竜とかパオジアンとか、うん、パラドックス、羽ばたく神とか、うん、鉄の包みとか六脚族、海竜とかセグレイブとかばっかり。珍しい。どうしたしかもみんな見たことある技しか打ってこないし、持ち物も直球とかスカーフとか使われてるのはほんの数種類。まあそういうところにね、不満を感じる人も少なからずいるはずです。今までのポケサルだとそれを不満に思わないのが当たり前という感覚だったけど、ここに不満を持っていくと。そういうことです。いろんなポケモン戦いたいとかね、そういう気持ちがある人がいるという事実はまあその通りだ。ということで今回はポケモン対戦のマンネリ化に一石投じる企画、ポケモンフォームに載ってるもの全部禁止バトルやっていきます。すごいこと言ってるな。今回のルールはポケモンフォーム使用率150位未満のポケモンのみ使用可能。使用率1位の羽ばたく神はもちろん、100位とかあたりにシビルドンとかも使えないってことね。そうです。ポケモンフォームに名を連ねてるポケモン全員使用禁止。参照するシーズンは、まあ、今のシーズン5だとシーズン途中で順位が変動する可能性があって、まあ、動画投稿した時点で使用率がずれそうなのと、まあ、どうせ今シーズンから解禁された4歳は150位未満になることは絶対ないからまあそうね、まあ、レギュレーション B ですでに終了してるシーズン4の使用率を参照します。シーズン4の使用率151位以下のポケモンが全部で263体。これは進化前も含めてだよね。そうだね。だから仮に進化の奇跡が適用されない最終進化系のポケモンに絞り込んだら全部で68体。おうおう、結構いるな。その中でも技、性格、持ち物、テラスタイプの使用率のデータにランクインしているもの全て使用禁止です。これは何を言ってるんですか。だからライチュウのページ見たら10万ボルトとかボルトチェンジとか波乗りとか入ってるけど、これ全部禁止ね何の技打てばいいんだって感じのポケモンになっちゃうけど、見たことある技しか打ってこないっていうのすらも解消するためのルールってことね。見たことあるやつ全部禁止だから、マジで見たことない対戦が見えますめっちゃ想像もつかないんだけど、特性は10種類もなくて多くて3種類なので、これ全部禁止したらポケモン使えなくなっちゃうから、うん、1位の特性のみ禁止ということにします。人気のない2位3位の特性を使うしかないと。はい、そうなりますね。特性1つしかないポケモンは何をしてくるか容易に予想できて面白くないので趣旨から外れるため禁止です。150位未満のポケモンの使用率をどうやって見るかというと、ポケモンバトルデータベースというサイトがあって、ここに使用率圏外のデータを見ることができる機能があるので、まあ、こちらをね参考にさせていただきたいと思います。いつも使わせていただいております。今回は新しい試みとしてルール説明が終わってから二手に分かれて、その場で2時間考察して、その後すぐに対戦していくという流れでやっていきます。どんなポケモンが使えるかとかもね、自分たちもそうだけど見てくれる人とかも全く分かんないだろうから、ね、考える過程とかもね見ていただければいいかなと思います。対戦ルールによってはさ、プールが狭いからさ、6体パーティーに入れてはいるけど3体しか選出する気のないみたいなあったと思うんだけど、今回多分プール広すぎて3体これしか選出しないとかなさそうだしね。6体ちゃんと育成してちゃんと選出考えてってなりそうだ。めちゃめちゃ難しそうだね。まあとりあえず二手に分かれてパーティー考えて、まあ、対戦の準備やっていきますか。まず、まあ、どういう感じでポケモン探すかだよな。いつもこういうの考えるときは使えるポケモン誰かなっていうのを見て、まあ、強そうな戦術を絞ってそれを軸に考えていくんだけど、まあ、今回はねプールが広いからいろんな戦術使えそうに見えて、受けポケモンが大体禁止になってるから受けは無理そうですね。なんで、まあ、積んで殴るか対面で殴るかになると思うんですけど、多分対面で殴るってなったらこういうマイナーポケモンって大体使用率のトップ10にタスキとか入ってると思うから、タスキが使えないと思うんですよね。かといって代わりに使う頑丈とかを見ても多分ね、レアコイルの頑丈使用率1位でしょ。だから頑丈も使えないよね。だから対面とかじゃなくて本当にスタンダードなポケモンで適当にサイクルする感じになるんじゃないかなと思います。で、積みが強いポケモンって多分積み技禁止になるんですよ、ね、中だったらカジリガメとかカラヤブ覚えるけど、カラヤブ2位にいるから使えないでしょ。
主要な積み技は全部使えないと考えていいんじゃないでしょうか。とりあえず単体で強いポケモンをとりあえず絞って、そこでまあうまく戦っていくような感じを狙いたいですね。というわけでパーティーを考えていきたいんですけど、もうとりあえずまあ弱いポケモンしかいないから、とりあえず見ていくか。ちょっと例えばピカチュウ見ていくと、波乗り10万ボルト、ボルテッカー、ジャレツカ、アイアンテル、電光石火、ホッペ、スリスリ、草結び、アンコール、猫魂が禁止で、特性は飛来神が禁止で、性格もこれ全部禁止、持ち物もこれ全部禁止っていうか電気玉禁止で、テラスタルもこの10タイプ以外の残り8タイプのどれかにしなきゃいけないっていう、とんでもねえだから単純に、まあ、種族値高いポケモンにしようかな。で、戦える方向をどうにか模索していきたいな。そっからトップ10に入ってない強い技を見つけて、もう持ち物とか特性とかテラスタイプとかは、うん、正直どうでもいい、うん、関係ないと思う。この県下の中で強いポケモンが強い技を使えたら多分勝てる、うん、そういう風な予想をしていこう。あとテラバースがトップ10に入ってなかったら熱いと思う。このテラスタルのトップ10にないタイプ選んでテラバーストを打てばそこそこ強いだろうから。で、環境的に素早さ順だとマルマインが一番速くて、次がカマスジョーかな。で、マルマインでちょっと気になるのはね、覚える技の種類が少なすぎて多分強い技全部使えないとかありそうです。今回使える中で一番種族値高いのがゴーゴートかな。まあ素早さが高くて、まあ、強いという話をしたカマスジョーとかマルマインにもタイプで弱くないから、まあ、ワンチャンありそうな気しますね。とりあえず構築の組み方として、まあ、何か強い要素を入れる必要があって、ゴーゴートとかマルマインみたいなそのポケモン自体に何か強い要素があるとか、それ以外にも強い技を覚える、例えば岩技だったらストーンエッジ、ロックブラスト、岩なだれみたいな選択肢があるわけで、まあ、そこ、まあ、ロックブラストと岩なだれは使用率トップ10入ってるんだけど、ストーンエッジは使用率が分散してるせいでトップ10入ってないとか、そういう抜け道もあると思うから、そのあたり探して強い技を使えるように工夫するのと、まあ、持ち物も割と大事だと思ってて、タスキ、ジョッキ、こだわり、玉、このあたりは持てると強くなると思うんで、ポケモン技持ち物の強さで、まあ、差がつくルールだと思ったから、まあ、そこを探す感じになると思いますね。性格とテラスタイプは正直、まあ、何でもいいかなって思いますね。そんなに大した差は出ないと思います。あ、ロトム強そうじゃない？まあまあ当然フォルムチェンジ用の技はトップ10入ってるから使えないんだけど、雷打つしかないな。チャージビームか雷か。そっか、フリードラみんな採用するからレイビーガーで使えるわ。メガネレイビー打つだけのフリージョ強くね？この圧倒的数値からメガネレイビー連打したら強くね？あ、壁フリージョとかはあるじゃん。ちょっと待って、全然強いぞフリージョ。フリージョめちゃくちゃ強い。これティアワンだこれでも鉄壁眠るみたいな方もあるよね。強いフリージョ、ちょっと最強だ。フリージョは絶対使うな。これ一匹確実に決まったな。照らしたら何でもいいわもうこんな。あ、てかダメじゃん、冬しかないから使えないじゃんフリージョ。おいおいおい、今の2分3分返してくれ。マジか、フリージョダメじゃん、最悪や。悲しい、俺たちのフリージョが。はい、ちょっとテラスタイプについて気づいたことがあります。ですね、フェアリーテラスってね、めちゃくちゃ使用率が高くて、当然のようにね、今回のルールでは使用禁止になることが多いんですけど、フェアリータイプって強いタイプなんで、まあ、構築に欲しくなることはあると思うんですけど、フェアリータイプ強いがあまり、だいたい150位以内入ってて、このルールで使えるフェアリーっていうと、まあ、バウッツェルとか、デデンネとか、そんな強くないフェアリーばっかだから、まあ、フェアリータイプ自体がこの環境にそんなにいないとなった時に、このドラゴンテラスタルっていうのがね、結構強いんじゃないかなと思っていて、まあ、同時にね、鋼テラスタルもね、使用率高くて使えないこと多いんで、苦手な鋼とフェアリーがいなければドラゴンテラスタル一強環境になる可能性もなくはないですね。といったことで、まあ僕は今回考える構築にはドラゴンテラスタルがかなりいっぱい入ってくるかなと思いますね。まあ、普段使わないテラスタルなんでテラピースも消化できるし、いい企画だ。ベラカス、アシュパ入ってない。再生、瞑想、鉄壁、アシュパ、ベラカスでいい。持ち物なんでこれ何でもいいでしょ。フィラとかでいいでしょ。最強だ。まあ本当に最強かを置いといて、使う価値はあるな。壁張って勝ちてえな。てか悪タイプビビらせてこいつ通してえな。いやーちょっと軸決まった感あるな。
と見た感じ強そうなポケモンがここら辺かなっていうので、まあ、その中で多分ベラカスがエースとなり得るパワーを持っている気がする。アクタイプさえ来なければ完封できるのではという。誰かで壁張ってこいつでガン詰めしたいから、壁張り役探すか。うわー、フリージョが使えたらフリージョ使うんだけど、これかつ粘土がトップ10に入ってないっていう、なかなか厳しい。はい、だいたい1時間半ぐらい経ちました。いろいろ考えがまとまったんで、最終的な結論として軸であるゴーゴーとは変わらない。テラスタルもなんやかんや考えた結果ドラゴンテラスタル強えなってなったんで、もうほぼドラゴンテラスタル統一みたいな感じでいいかなと思いました。で、環境的に天然がいない。ランクまでよく見る天然はもちろん禁止で、一応アチゲータとかいるんですけど、当たり前のように天然が使用率1位なので、まあ、使えないということで、積み対策が難しいから、まあ、ホイールとか吹き飛ばし、アンコールとかも入れたいなと思って、今回ブーピックを採用しました。まあ、吹き飛ばしとアンコールを覚えて、まあ、トリックルームもできるから、まあ、切り返しもしやすいかなと思います。で、突破力があるポケモンが基本的に物理になりそうだから、ゴツメリフレクターみたいな型で使えるポケモンを探した結果、ハゲギシリ見つかったんでこいつを使います。まあ、もし、まあ、物理一辺倒の構築とか来たらこいつでかもります。まあ、毒ビシとか巻きたいなと思ったんですけど、毒ビシ巻けるポケモンがみんな使用率トップ10に毒ビシが入ってて今回使えないか、種族値が貧弱すぎてタスキ持ちたいんだけど、そりゃ使用率トップ10にタスキ入ってるよなってポケモンしかいなくて、このルールで毒ビシが使えないことが判明しましたね。なんでより一層ゴーゴートとか欲張りすみたいな、まあ、硬いポケモン意外といける説あると思うんで、その方向性で最後までパーティー考えていきたいと思います。ストライクいらないか、これ別にストライクいらない気がしてきた。ベラカス活躍させるためにタイプベラカス被らないでしょ。ヤレユータンとストライクいらないよ。はい、パーティーできた。マフィティフベラカス、芽吹きジカウォーグル、危険化に石炭山、こうしよう。あとはとりあえず強い技を使えるか入れるだけだから、ああまあ完成でいいか。できたな、完成です。はい、ということで完成したパーティーはこちらです。まあ、全体的に意識したのは種族値とかタイプで、まあ、高い性能を持ってるポケモンを採用することと、まあ、技の威力とか追加効果が優秀な技を採用すること、あとは普通の対戦で使われてる持ち物を頑張って探す、まあ、このあたりを意識して組んだんですけど、まあ、種族値が高いゴーゴートと欲張りす、まあ、有用な技をちゃんと覚える、まあ、この2体は、まあ、今回の対戦で鍵になってくるかなと思いました。で、アタッカーとして申し分のない技範囲を持ってるウォーグルで、ここまでの5体は全員ドラゴンテラスタルです。なぜかというと強い鋼とフェアリーがあんまりいないのと、鋼もフェアリーもどちらもテラスタイプとして人気だからあんまり使われないだろうなと思ったため、技の通り的にいいんじゃないかなと思ったのと、環境最速のマルマインとカマス城、電気水を半減できるタイプということで、まあ、かなりこのルールだと有用なテラスタイプになるんじゃないかなと。で、最後に入ってきたのがこのタスケレアコイルで、ほぼほぼみんな頑丈で使ってるせいでタスケが圏外だったんですよね。 C125 族でタスキ持てるっていうのはめちゃくちゃ強いと思うんで、今回はこのレアコイルの対面性能にも、まあ、お世話になるかなと思いますね。全体的に悪くない構築組めたと思うんで、まあ、A0 の構築次第で臨機応変に戦術をね考えていけると思うんで、対戦の方頑張っていきたいと思います。というわけで完成したパーティーがこれなんですけど、見た目面白い、ね、今回は強そうな技構成になるポケモンをとにかく入れただけなんですけど、特にエースはベラカス、瞑想鉄壁で積みまくって足場で一掃。マイフィティフが、まあ、そのベラカスのサポート役として、まあ、威嚇プラスバークアウトのしかかりと怖い顔でエースダウンさせて、まあ、サポートっていうのを狙ってるんですけど、このマイフィティフさすがに弱いかっていうので出さない可能性ありますので、そうなると、まあ、普通に上4体で殴っていって詰めそうなところでベラカス積んでフィニッシュって感じを目指したいですね。で、テラスタルは正直あんまり切るとこないんで、ベラカスが弱点を減らすって意味で電気にテラスタル切ることになるかなと思ってます。というところでベラカスで詰め切って勝ちたいと思います。とんでもないパーティーができました。はい、こちらもできました。いや、せつないさんより見た目強いのかな。なんか全然違うね。あ、全然違う。はい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 、あ、全然違うね。ベラカスって
ベラカスで取れる使えんの？これどうしよう、わかんないの、これどうしよう。さすがに見た目が面白すぎる、ちょっと。あれ俺知ってるぞ、ベラカス壁だろ。さあどうでしょう。粘土とリフト光の壁、余ってるやつ全部見たもんね。あなるほどね。あーやばい、これ大変だ。石炭山、石炭山ハゲイシに何が使えるんだ。え、これ調べていいんだよね、別に。え、いいんじゃない、いいんじゃないと思いますよ。え、ちょっと待って、何すんのお前。パワフルハーブ。いやちょっと待って、これあ、引っ込んだ。ウェブ記事か。頼む、頑張って。冬だし。あ、なんかすごいの打ってきた。すごいの打ってきたんだけど、やばい。待って、覚えるの知らなかったよ。待って、それは強い。え、ウッドホーンないっしょ。なんだ何が飛んでくんだ。うわー、待って、これ手出したのか違ったか。これ種マシンガン、いいぞ。やばいこいつ弱い。柔らかすぎる。いけ頑張れ。あ、いっぱい当ててる、偉いよ。いいよ、はい、いい十分。え、イカサマダイスじゃねえの。はい。芽吹きジカだからって舐めてたらハゲギシラもっと弱かった。甘いな。さあ、いけ。なんだと。いけ。いや、硬いけど十分入ってる。なるほど。硬いが入ってはいる。え、でもさ、ゴーゴートはビルドアップが入ってたよ、ね、そうです、使えませんよ。そう、ビルドアップないから、なんか面白くないなと思って。丸くなる。え、待って、もしかしてお前転がろうとしてるか。お前さては果たしてこの丸くなるでいけるのか。お前転がろうとしている。はい、引っ込めた。引っ込めて石炭山来た。うわー、マジか。ドラゴン。ドラゴンです。ドラゴン。ドラゴン。わー、4倍。弱わ。お前気合い込めろよ。よし、オッケー。うわー、オッケー。でかい。うん、いいな。鬼火を使えるんだこいつ。そうです。なんだ丸くなる、光合成、泥かけ、いや転がるだ。違うの。転がるじゃね。当たるかな。まあ厳しい。はあはあはあ。炎の渦、もう当たらんしょ、炎の渦なんて打たれても。お、引いた。誰来る。ベラカス。え、まさかお前。ああ、泥かけ。まあいいだろう。お前がエースなのか。え、何すんだこれ。こいつトリルサイキ以外の方知らんのけど。これで転がるじゃなかったらビビるんだけど。転がるじゃないのか。メトロノーム転がるとかじゃない。ちょっとどの辺のダメージ1回目と2回目の差見てなかったの。なんだこいつ、わかんねえ。何するの。おっと、これ野生でさ、欲張り探してたら色違い出た。どういうこと。いいっしょ。え、欲張りする。うわ、そういうことか。鉄壁瞑想再生アシパか、お前。やばい技あるよ、欲張りする。やばい技あるよ、早い。欲張りするが遅い。太鼓か。あー、はいはい。さあ、なんだこれ。ベラカスって硬いのかな。そこそこ硬そうだな。瞑想。いやこれ痛いかな。痛いよな多分。ベラカス C 高っ。115速もあんのか。あれ？いやー、これテラスタルが違ったらっていう話あるな。いや、でもあれ、ゲビシコもいけるか。避けていく。避けていく。とっておき。あー、やばい、持ってる。強い。もういけ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 。耐えるかな、これそもそも。多分耐えないんだけど。まさか、そんな。とっておきって、とっておきって PP5 だよ。とっておき PP 枯らされんの。悲しすぎないそれ。ちょっと、多分急所の確率的に絶対こっちに粘った方がいい。いや、急所当てるしな、言うてな。来い。要塞型ベラカス、もしかして答えか。いや、マジでこれ見つけた時に絶対いけるだろうって思ったんだ。興奮した。そう、っていうかさ、コソボパワー覚えるじゃんって言ってさ、最初コソボで考えててさ、鉄壁ベースあるからこっちでいいやって思ったんだけどさ、あのコソボパワー覚えれないよね、今卵技だけど。卵技にあるけど遺伝できない。そう、遺伝。そうだよね。だからコスも覚えるのがこいつだけだから。そうそう、だから、いや削ってはいるけど、さすがに間に合わないでしょ。あと吸収受けるだけでしょ。頼むでー、頼んでー。こっちとら色違いなんや。関係ない。そこで運使っちゃった。ラストチェー。
ちうーん、うん、自己再生使い切ったね。はい、悲しい。足場がありえないぐらい外れて負けたら最悪なんだけど。まあ、当たってく、まあ、ここは何でもいいんだよ、こっからだな。まあ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 、まあ、言うてね、いて、まあ厳しい、言うてチャンスの塊。うわー、それか。はいはい、オッケー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 、ベラカスがプレイヤーだ。最強のポケモンだ。まだワンチャンあるぞ。まあそう、まだまだ負けれるんだろうね。当てないと、当てなかったら負けなんだ。転がられて全部死ぬから。いやいやいや、オッケーオッケー、ジジや、これは強すぎや、それ技が強すぎる、技が強すぎる。くそー、俺の欲張りすが華麗に決まったな。はい、ということで視聴率圏外だけで対戦してきました。結果はエーゼロ優勝。ありがとうございます。いやー、ベラカス壁しか見てなかったわ。これがエーゼロパーティーね。キーの実。このボーグルマジでおもろい。キーの実暴れる。おお、石炭山なんかおしゃれだな。おしゃれでしょ。おしゃれだな、いいでしょこの石炭山。フォーカスレンズ存分に活かしてんな。そう、ベラカスは電気テラスか。なんかエスパーがあったからさ、うん、最初エスパーにしようとしてたんだけど、冷静に弱点なくした方が強くねってなって、か自信が大体トップ10入ってるからさ。そうだね、高火力地面技入りづらいから電気殴られないんじゃないかっていうので、電気トップ10入ってなかったから採用抜きた。いや、ベラカス強かったな。マジベラカスで勝つ以外あんま考えてなかった。俺のパーティーこれでさ、ウォーグルとブーピックで積みポケモンは対策したつもりだったけど、あ、ほんとだ、吹き飛ばし入ってる。危ねえ。あ、ドラゴンテラバーストのフェアリーがあんまいないからさ。あ、ドラゴンテラスが強いってことか。そうそうそう、みんなドラゴンや。そうです。てか、ちょっと待って、うん、ゴーゴーと転がらないんだけど。転がらないよ。しないだろ。これレアコイルおしゃれじゃない、タスキレアコイル。タスキアナライズ、あー、そっか、頑丈があれだから。タスキトップ10入ってないから、こんなにタスキと相性いいのに。あー、なるほどね、確かに。見たことないポケモン対戦は見せれたんじゃないでしょうか。こんな激しい誰も見たことないでしょ。皆さんもね、友達と実際の対戦まで行かなくてもポケモンバトルデータベース見て、これ強そうじゃねみたいなの一緒に考えてみるのもいいかもね。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。